俺の名はモブオ。最近会社を辞めて暇を持て余している。毎日ハンドスピナーを回すくらいしかやることがないぜ。ああ働きたくない。いっそこのままニートにでもなっちゃおっかな。立ちましたワン。ワンってフラグちゃん。ワンフン。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。ワンワン。フラグちゃん、その姿は一体。いや思ったより効果が早かったな。師匠、実は今朝頑張ってるしーちゃんをねぎらおうと思ってタピオカジュースをあげたんだよね。その中に犬科の薬をちょっと入れてみたんだ。普通はねぎらおうとして薬もらないよね。デピロ。でも大丈夫、しばらくすれば元に戻ると思うから。ということで頑張ってね、モブオくん。そんな無茶苦茶な。ワンワン。もう遊んでほしいのか。犬といえばボール遊びだよな。ワン。よし取ってこい。ワンワン。よしよし、それもう一回。ワンワン。そりゃワン。てりゃワン。波動拳。ワンワン。いつ終わるんだこれ。ワンワン。困ったな。フラグちゃんを養うためにはさすがにバイトでもしないと。だったぞ。何かを守るために行動を起こそうとするのは生存フラグじゃ。あ、生存フラグさん。ワフワフ。なんじゃこやつは。これにはカクカクシカジカの事情があって。なるほど、恋愛フラグもこりんな。うん。あれ、なんかフラグちゃん落ち着きないな。散歩に行きたいのではないか。散歩？でもどうやって。これでバッチリじゃ。絵的にいろいろとまずくない。ワフワフ。あー、フラグちゃん。ワフワフ。時間帯が夜でよかった。なぜそんなに怯えているんじゃ。社会的死亡フラグがビンビンだからだよ。こんなところ見られたら通報される。ワンワン。ここなら自由に走っても大丈夫そうだ。疲れた。俺は少し休ませてもらおうかな。ワフワフ。フラグちゃん楽しそうだな。フラグちゃん。ワン。それじゃあ俺はバイトに行ってくるから、生存フラグさんはフラグちゃんをよろしくね。なぜわしが。じゃあ行ってきます。おい、まだ話は終わっておらぬぞ。行ってしまったか。ワン。なんじゃ、散歩は夜だけじゃぞ。餌は今朝食べたじゃろ。これ以上はやれん。なんじゃその目は。そんなにねだってもやれもんはやれん。そうじゃ、何か芸でもできたらおやつをやろう。それくらいならいいじゃろ。わふ。よし、お手。わっ。おー、よくできたな。ほれ、おやつじゃ。他にも芸ができるかもしれんな。伏せ。おまわり。わふ。ハイタッチ。わふ。すごいぞ、こやつ才能があるかもしれん。よし、次は高難易度技、爆中じゃ。やはり厳しいか。ならば、できたらこのおやつをやるぞ。どうじゃ。今度こそ、爆中じゃ。わふん。成功じゃ。この調子でいくぞ。トリプルアクセル、バタフライツイスト。わふわふん。わふん。ただいま。聞いてよ、バイト先からまかないをもらったんだ。これで今夜の晩御飯には困らなく。なんじゃこりゃ。よしよし。ワフワフ。あ、こらフラグちゃん、ご飯はこぼしたらダメだって言っただろ。もう掃除するのは俺なんだよ。ご飯はゆっくり食べること。いいね。うわー、俺の布団もこんなにボロボロにしちゃって。いたずらもしちゃダメだって言ったのに。おい、少し厳しすぎはしないか。生存フラグさんは甘やかしすぎだよ。飼い主であるからにはちゃんとしつけもしないと。どうしてあんなに落ち着きがないんだろうな。お前が遊んでやらんからではないか。まさか、散歩にもちゃんと行ってるし困らせたいだけでしょ。ちょっと掃除するから、フラグちゃんは外に出ててね。おとなしくしてるんだよ。ちょっとかわいそうじゃ。これで少しは反省するでしょう。2時間後。おい、フラグちゃん、
もう戻っても平気だ。あれ、どこ行った？庭にはおらんぞ。まさか家で？何？フラグちゃん、もしかして俺のせいで。早く探しに行かないと。ノブ、生存フラグさんは空からフラグちゃんを探して。頼んだよ。わかった。フラグちゃん、俺が厳しいことばかり言ったせいで無事でいてくれよ。フラグちゃん、フラグちゃん、こんなところにいたのか。さあ俺と一緒に帰ろう。うわっ、やけん。うわっ、うわっ、ギャー、俺の尻が。なんとか逃げ切れた。あのシャツはもしかしてフラグちゃん？待ってくれ。誰ですか？あ、すみません、間違えました。もしかして変質者？誰か助けて。うわー、誤解だって。フラグちゃん、どこに行ったんだ？ノブオ、こっちは見つけられなかった。そっか、ごめん生存フラグさん、俺がフラグちゃんに厳しくしすぎたせいで飼い主失格だよな。ノブオ、あれはフラグちゃんがつけてた首輪？どうしてこんなところに？もしかしたら近くにおるのかもしれんな。だとしたらあの建設中の建物の中か。俺ちょっと行ってくるよ。モブ、そっちは危険じゃ。フラグちゃん、よかった、やっと見つけた。いった。当然だよな、フラグちゃんの気持ち何も分かってなかったよ。ごめんね。ほら、怖くない。ユパ様、この子私にくださいな。俺を許してくれたのか。くすぐったいよ。危ないフラグちゃん。助かったのか？なあ、フラグちゃん！虹だ。帰ろうか、フラグちゃん。鉄骨を吹き飛ばすのはさすがに骨が折れたぞ。まったく世話の焼ける。よし、行くぞ。フラグちゃん楽しそうだ。もっと早くこうしてやればよかったな。そうだ、フラグちゃんにプレゼントがあるんだ。はい、新しい首輪。喜んでくれてよかったよ。もしかして一緒に寝たいの？甘えん坊だな、フラグちゃんは。よし、わかった。今日はとっても楽しかったね。明日はもっと楽しくなるよね、フラ太郎。わうわ、よく寝ました。って、もぼうさん、なんで同じ布団に？さっさと離れてください。まあ、今回くらいは見逃してあげます。今回だけですよ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ。ごめんって、フラグちゃん。待て。